野崎チャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今回は逆ビックリマン選手セリーグ編ということでね、はい、期待してたけども期待値より活躍が低かったというね、うん、2023年を振り返りながら、はい、日本一の阪神タイガース、はい、逆ビックリマン選手はこの選手です、うん、はい、梅野ですね。ちょっと怪我がありましたからね。不運だね。これは、まあ、通算でも打率1割9分4厘、はい、ホームラン1本、打点19、うん、でまあ骨折っていうね不運もあって、うん、試合数がね伸びなかったっていうところはあるけども、はい、もう8月以降はね、まあ、戦列離脱してっていう中でね、うん、まあ、あと前半打撃特に苦しいんだね、はい、4月9分3厘だからね。わ、そうなんだ。で5月2割5厘で最初出だしは坂本の方が使った方が勝つんちゃうかみたいなね、はい、梅坂論争がね、うん、関西地区でも起きてね、はい、どうなるのかっていうところはあるけども、それでね坂本がそのまま18年ぶりのリーグ優勝して、はい、38年ぶりの日本一になって、うん、日本シリーズでもいいところで打って、うん、ちょっと評価がうなぎ登りに上がっていって、うん、これまた今年梅坂論争どうすんだろうね。いや梅野選手相当悔しかったでしょうからね、逆にね、まあね、日本一になったとはいえね、うん、立ち位置レース的には梅野坂本ぐらいだったけど、今坂本梅野になってるから、いや評判がやっぱもう坂本選手今12球団1だとか言う人も ねやっぱ多いぐらい、うん、これでもどうするんだろうね起用法ね。その中で梅野のね逆襲もあるだろうし、はい、坂本のねこの経験っていうアドバンテージもね、うん、あるだろうしっていうところでは、はい、これやっぱ梅野の離脱はねちょっと逆びっくりだったなと。 その上でびっくりの坂本がギュッて出てきてね、はい、っていうね、まあ、今年もこのね、うん、勝負を期待したいなっていうところはありますけども、はい、ジャイアンツの、大城小林論争の時のように、佐々木を巻き込むのだけはやめてください。はい、さあ続いてピッチャー、はい、やっぱこの佐々木チャンネル推しの西純也ですね、うん、あそうですね、佐々木チャンネル西純也推し強いから、推し強かった、うん、期待値高いのよ。私はもう今年10勝すると思った、うん、だから2023年はもうローテーション入って、はい、しっかり頑張って、うん、まあ、2桁近くもしくはうまくいけば2桁、うん、勝つやろうと思ったら、はい、ローテーションにもバチッと入れないで5勝2敗、うん、貯金3作ってるからいいのかもしれないけど、はい、俺らだけの期待値が高いから。そうですね、うん、こんなんじゃないやろっていう、うん、もうちょっと頑張ってくれない。いやいや、もっともっともうローテーションを1年間守り通すっていうね。これはもうね独断と偏見入ってるからね、はい、押し強いからそう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 、もっと頑張ってくれなきゃね。なんか好きなんですよね、このチャンネルね、もっと頑張ってくれなきゃっていうところでね、はい、まあ、タイガースはね梅野西純也かなと、はい、で続いて広島、うん、広島はね、はい、打者はね野手はマクブルームですね。あ、そうですね。いやホームラン17本打って、うんうん、ね、2022年、はい、で今年は、ね、2023年さらにやってくれるやろうと思ったら、うん、ホームラン6本、はい、結局戦力外、うん、もうちょっとやっぱやってほしかったですね。デビッドソン、マクブルームがもっとちゃんと打ってたら、うん、リーグ優勝あったかも分かんないところを、はい、20本は打ってくれると思ったけど、うん、6本だもん。最後の方ファーストいなかったもん、ね、うん、やっぱ去年の成績と比べると圧倒的にちょっと打率も低すぎるよ ね、 そういった意味ではちょっとこのね成績の低さにびっくりだね、はい、逆びっくり で、ね、うん、でピッチャーはね栗林ですね。あ、そうですね。いきなりよ、うん、あんなに打たれて負けるって思わないよね、うん、だって2023年7敗してんねん、うん、それまでの負け2年で3敗しかしてない、うん、2年の3敗の倍、1年で負けたからね、うん、そうですね、うん、そういったところでは、うん、WBC ってちょっと腰のね、うん、故障もあって離脱してっていうところで調整難しかったかも分かんないけども、うん、ちょっとね、びっくりだね。やっぱちょっと里崎チャンネルの中で、うん、佐藤さんがやっぱ守護神を降格させるのってすごい難しいことだって話してたじゃないですか、うん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 、でもやっぱ2軍に行って、うん、さらに守護神じゃないところになったじゃないですか、うん、結局、うん、やっぱよっぽどちょっとこう悪かったんだなっていうのがね、うん、まあ、そこの中でね、うん、よく頑張ったっていうのはあるけども、もちろん、はい、もっと頑張れると思ってるからね。いや、それはもうそれはカープ俺優勝予想してるから。あ、そうですね、去年、うん、裏切られてるから、はい、期待値高い中で、うん、だからもう俺をねやっぱ神様にするためには頑張ってほしかったなっていうね、うん、でも活躍し続けるっていうのは難しいんですね。うん、そうだね、うん、でもまあその中ではねちょっと逆びっくりだったかな、ね、はい、今年また頑張ってほしい、頑張ってほしいね、はい、続いて3位 DeNA、はい、DeNA はね、うん、もうオースティン、そうですね、順位予想泣かせ、うん、できるのかできないのかい、どっちなんだい、できないみたいな人もシーズンだからいるかいないか、もうもどかしいんだよ、分かんないですからね、出れんのか出れないのか、うん、大丈夫なのか大丈夫じゃないのか、はい、なんなんみたいな、うん、期待しちゃうじゃんっていう、うん、昨年もホームラン6本、はい、2割7分7厘、うん、ね、10試合13安打、はい、
どうなんていう、うん、ホームラン0本だ、打点6だ、はい、ね、どうなんていう、うん、元気なのかいっていう。そうですね、シーズン通しているんだったら全然違うよ、優勝も多分変わってきて、全然変わるよ、うん、下手したら優勝争いもっと食い込めてたかもわかんないのに、うん、どうなんやっていうね。そうですね、で続いてはピッチャー、はい、小園。ああ、一軍でも投げてないから ね、うん、まあ、2年がね、うん、終わったけども2軍でも2勝5敗防御率 4.21、はい、いや期待値高いだけにね、うん、どうなんだいっていう、はい、ところでそろそろね、うん、っていうところはね、はい、見てみたいから、うん、ね、期待値だけどんどん上がっていくからね、うん、まあ、ドラフト1位だしね、はい、そういったところでは1回も1軍投げなかったっていうところがね、うん、ちょっと逆びっくり、はい、ね、今年こそね、投げてほしいなって、うん、投げてほしいなって思いますけどね、うん、はい、で続いて、はい、4位ジャイアンツ、はい、ジャイアンツのね、うん、逆びっくりでブリンソンだね、はい、やることもびっくり、ほんとあのアウトカウント間違えたりとか、はい、うん、もう走塁暴走するとか、うん、あのチンプレーがね、まあ、その後ね、はい、かなりの高い確率で打ってカバーしてね、そうカバーするんですよ、そういう時あれ何だったんやみたいな感じになるけども、はい、でも、うん、来た時の印象からすると、うん、2割4分8厘ホームラン11本打点35、こんなぐらいの感じじゃなかったよね、うん、正直ね、はい、もうちょっとホームラン最低でも20発以上は打つんちゃうかぐらいのね、はい、振り込みだったけども、ね、最悪試合スタメンでも出てないからね、うん、そういったところでは、はい、6月なんてもう8試合しか試合出てないからね、はい、0割9分5厘だから、うん、これはちょっとね思っておりっていうところでは逆びっくりだったね、はい、でピッチャーはね、うん、大勢、これもう原さんを2年連続 B クラスにしたらね一番の余裕はもう大勢だからね、はい、本当にいなかったもん1号、うん、6月からもういないから、でも最後ちょっと戻ってきた時もやっぱ不安定でしたもんね、7、8全然いないからね、うん、そういったところで守護神ね中川がやったっていうところはあるけども、うん、まあ3勝0敗防御率 4.50、うん、っていうところではえみたいなね、うん、まあ、1年目でね、はい、あの新人王を取って、うん、WBC にも行って、はい、で2年目っていうところでねえみたいなね、はい、ところではちょっと、まあ、ジャイアンツがね B クラスに落ちた要因は、まあ、1つだけじゃないけども、うん、こう体制の離脱っていうのもね、うん、ちょっと大きかったかなっていう、ね、1年目が良すぎただけにね、うんうん、で続いて、はい、5位ヤクルト、はい、ヤクルトの逆びっくりは、うん、まあ、村上っすね、そうやって言いながらもチームトップの31本塁打、うん、84打で三冠王だからね、うん、ハードル高いよね、ちょっとやそっとじゃ誰も満足してくれないからね、一つはタイトル取ってほしかったなぐらいのね、うんうん、でもパ・リーグだったらホームラン王ですからね、そうでも終わってみたら2割5分6厘ホームラン31本打点84だから、はい、別にそんな祭りね、うん、悪くないじゃないですか、でも村上だと悪いって言われちゃうっていうね、まあ、そこはもうでも三冠王のね、うん、日本の4番のもう宿命だからね、去年56本打ってたらやっぱり30本が少なく見えちゃうっていうね、そう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 っていうところで、まあ前半ね、はい、かなり苦労したなっていうところがあるからね、まあ、4月ね打率1割5分2厘だからね、はい、ホームラン1本で5月になって2割7分ちょっと上げて7本、うん、で2割6分4厘で、まあ、終盤以降ねちょっと上げていったっていうところもあるけども、まあ、本人がねコメントで言ってたけども、はい、まあ、WBC に行って大谷とかね吉田とかのダルビッシュ、うん、トレーニングのやり方とか、うん、そういうねいろんな取り組み方を真似してやったのが、うん、自分に全く合わなくて、はい、でそれをやめて昨年までの自分のやり方に戻したら状態が上がっていったっていうところもあるからね、うん、まあ、これはこういうところは多くの人に言いたいのは誰がやってるからいいとか誰がやってるから正しいとか、うん、誰が言ってるから正しいとかじゃなくて、まあ、自分の合うものを見つけていかなきゃいけないから、うん、そういったところではね、まあ、取り込むっていうのはねやっぱやった方がいいから、はい、取り込んで上でよりね自分の考え方とかやってきたことが正しかったっていうのを再認識ができることができた1年っていうことを考えると、うん、村上にとっては非常に良かった1年でもあったと思うけども、今期自分のやり方でまたねやり直して、うん、そうそうそうトレーニングしていったらまたこうやってねまた分かんないです、ね、うん、いく可能性もあるけども、うん、まあ、ちょっとこれ苦しんだ村上がいるっていうところにね、はい、逆びっくりだったから、うん、そうですね、ね、うん、ピッチャーはですね、はい、この選手しかいないっていうね、うん、高橋奎二、まあ、これも佐藤さんの期待値が4勝9敗何しとん防御率 4.60 チャンネル上げて応援してますからね、うん、はあ、もう一回初心に帰ってやり直そうね、まあ、佐藤さんがやっぱもうちょっと奥さんにアドバイスをくればいいんじゃないですか、いやいやもう俺は必要なアドバイスしてるからあとは本人頑張るだけ、あそうですか、うん、はい、がっかりちったったわ、逆びっくりだろね、こう期待値が高すぎただけでね、うん、はい、続いてドラゴンズ、ドラゴンズはやっぱりね秋の山本真さんホームラン30発打ったら優勝できるって言って、はい、でもそれぐらい期待あるってことでしょ、うん、まあ、20発ぐらい打つやろ30発打ったらって言って、はい、秋のホームラン1本やね、1本どこが30本やね、打率1割5分4厘やね、うん、2軍でも1割8分3厘、うん、いたんみたいな、はい、佐藤さんだいぶゲームでもアッキーの選手に期待かけて、ね、選んでましたからね、壮行試合の
侍ジャパンに唯一勝った中日のあの時のホームラン何だった、はい、あれで全員騙されたな、はい、本当逆びっくりだわ、はい、もっと頑張れると思ってた、うん、あとピッチャーはね10敗カルテット、うわもう4人あげました、うん、柳高橋、小笠原、涌井10敗する、みんないいピッチャーですからね、柳防御率 2.44 だよ、うん、高橋宏と防御率 2.53 だ、うん、10敗する、小笠原 3.59、涌井 3.97、防御率だけ見るとね、うん、どんだけ打線の援護ないんやっていう、はい、まあ、これはちょっと本人たちはもどかしいところはあったでしょうね、うん、だから本人たちというよりこの成績に逆びっくりだね、そうですチームとしての、まあまあ10敗仕方ないよな、ピッチャーおらへんな、うん、じゃないからだよ、うん、えみたいな、でこの投手王国と言われるぐらいいいピッチャーたちなんで、しかも防御率もしっかりね、はい、だからこうポテンシャルあるだけあるからね、はい、打線の援護さえね、うん、しっかり今年つけばね、はい、逆のね成績になってもおかしくないんで、うん、まあ頑張ってもらいたいなっていうね、はい、ところはあるけども、さすがに10敗カルテットはびっくりしたね、びっくりですね、うん、まあ、ということでね、はい、こちらが2023年セリーグの逆びっくりマン選手でしたけども、皆さんにとっての逆びっくりマン選手はどの選手でしたか、はい、